幸せ、島崎藤村。幸せがいろいろな家へ訪ねていきました。誰でも幸せの欲しくない人はありませんから、どこの家を訪ねましてもみんな大喜びで迎えてくれるに違いありません。けれども、それでは人の心がよくわかりません。そこで幸せは貧しい貧しい乞食のようななりをしました。誰か聞いたら、自分は幸せだと言わずに貧乏だというつもりでした。そんな貧しいなりをしていても、それでも自分をよく迎えてくれる人がありましたら、その人のところへ幸せを分けておいてくるつもりでした。この幸せがいろいろな家へ訪ねていきますと、犬の飼ってある家がありました。その家の前へ行って幸せが立ちました。そこの家の人は幸せが来たとは知りませんから、貧しい貧しい乞食のようなものが家の前にいるのを見て、お前さんは誰ですかと尋ねました。私は貧乏でございます。ああ、貧乏か。貧乏はうちじゃお断りだと、そこの家の人は戸をピシャンと閉めてしまいました。おまけにそこの家に飼ってある犬が恐ろしい声で追い立てるように鳴きました。幸せは早速ごめんをこうむりまして、今度は鶏の飼ってある家の前へ行って立ちました。そこの家の人も幸せが来たとは知らなかったと見えて、嫌なものでも家の前に立ったように顔をしかめて、お前さんは誰ですかと尋ねました。私は貧乏でございます。貧乏か。貧乏はうちじゃたくさんだと、そこの家の人は深いため息をつきました。それから飼ってある鶏に気をつけました。貧しい貧しい乞食のようなものが来て鶏を盗んでいきはしないかと思ったのでしょう。カッ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 と、そこの家の鶏は用心深い声を出して泣きました。幸せはまたそこの家でもごめんをこうむりまして、今度はウサギの飼ってある家の前へ行って立ちました。お前さんは誰ですか。私は貧乏でございます。ああ、貧乏かと言いましたが、そこの家の人が出てみると、貧しい貧しい乞食のようなものが表に立っていました。そこの家の人も幸せが来たとは知らないようでしたが、情けというものがあると見えて、台所の方からおむすびを一つ握ってきて、さあこれをお上がりと言ってくれました。そこの家の人は黄色いたくあんのお香粉までそのおむすびに添えてくれました。ウサギは高いいびきをかいて、さも楽しそうに昼寝をしていました。幸せには、そこの家の人の心がよくわかりました。おむすび一つ、たくあん一切れにも、人の心の奥は知れるものです。それをうれしく思いまして、そのウサギの飼ってある家へ、幸せを分けておいてきました。飴玉、新見南吉。
春の暖かい日のこと。渡し船に二人の小さな子供を連れた女の旅人が乗りました。船が出ようとすると、おい、ちょっと待ってくれと、土手の向こうから手を振りながら侍が一人走ってきて船に飛び込みました。船は出ました。侍は船の真ん中にどっかり座っていました。ポカポカ暖かいので、そのうちに居眠りを始めました。黒いひげを生やして強そうな侍がこっくりこっくりするので、子供たちはおかしくてふふふと笑いました。お母さんは口に指を当てて、黙っておいでと言いました。侍が怒っては大変だからです。子供たちは黙りました。しばらくすると、一人の子供が、母ちゃん、飴玉ちょうだいと、手を差し出しました。すると、もう一人の子供も、母ちゃん、私にもと言いました。お母さんは懐から紙の袋を取り出しました。ところが、飴玉はもう一つしかありませんでした。あたしにちょうだい！あたしにちょうだい！二人の子供は両方からせがみました。飴玉は一つしかないので、お母さんは困ってしまいました。いい子たちだから待っておいで。向こうへ着いたら買ってあげるからね。と言って聞かせても、子供たちは、ちょうだいよ！ちょうだいよ！とダダをこねました。居眠りをしていたはずの侍はパッチリ目を開けて、子供たちがせがむのを見ていました。お母さんは驚きました。居眠りを邪魔されたので、このお侍は怒っているのに違いないと思いました。おとなしくしておいでと、お母さんは子供たちをなだめました。けれど子供たちは聞きませんでした。すると侍がすらりと刀を抜いて、お母さんと子供たちの前にやってきました。お母さんは真っ青になって子供たちをかばいました。居眠りの邪魔をした子供たちを侍が切り殺すと思ったのです。飴玉を出せと侍は言いました。お母さんは恐る恐る飴玉を差し出しました。侍はそれを船のへりに乗せ、刀でパチンと二つに割りました。そして、それと二人の子供に分けてやりました。それからまた元のところに帰って、こっくりこっくり。眠り始めました。ガチャガチャ、夢の旧作。草の中で虫が寄り合って相談を始めました。コオロギが立ち上がって、スズムシさん、オケラさん、スイットさん、もっとこちらへお寄りなさい。だんだん涼しくなりますから、みんなで合奏会をやってお好き様に聞かせようではありませんか。きっとご褒美をくださいますよ。と言いますと、みんなパチパチと手をたたきました。虫たちはそれからすぐに合奏を始めました。まずスイッチョが草のてっぺんへ立ち上がって、真面目腐って、スイッチョスイッチョと合図をしますと、オケラが土くれの陰に座って静かな声で、リーリリーと羽を鳴らします。それに続いてコオロギが
草の根元から涼しい声で、チンチロリン、チンチロリン、と歌い出します。その中へ、スズムシがまた優しい長いひげを振り回しながら、リンリン、リン、と鈴の音をさせます。その静かで面白いこと。ちょうどその時、東の山からお登りになった十五夜のお月様は、関心のあまり虫たちが大好きな露をたくさんにそこいらの草の上に巻いておやりになりました。ところへ、一匹のくつわむしが飛び込んできました。なんだ貴様たちは。俺を仲間外れにして音楽会をやるなんて失敬なやつだ。そんなことをするなら俺がまぜかいしてやる。ガチャ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 。と大きな声で騒ぎ始めましたので、せっかく始めた静かな美しい音楽会がめちゃめちゃになってしまいました。その勢いに驚いて集まっていた虫たちもみんな逃げてしまいました。クツワムシは大威張りでそこいらの露をやたらに吸いながら、それ見ろ、俺の音楽にかなうやつは一匹もいまい。俺は夜鳴く虫の中で一番の大きな声なんだ。みんな感心したか。ガチャ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 と、たった一人一生懸命にやっているうちに、お兄様、あそこにガチャガチャがいますよ。大きな声をしているから遠くからでもわかりますよ、という人間の声がすぐそばで聞こえてきましたので、これは大変と急いでガチャガチャ言うのをやめていると、間もなく頭からポカリと袋をかむせられて、カゴの中へ入れられてしまいました。赤いろうそく、新見南吉。山から里の方へ遊びに行った猿が一本の赤いろうそくを拾いました。赤いろうそくはたくさんあるものではありません。それで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました。猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました。山では大変な騒ぎになりました。何しろ花火などというものは、鹿にしても獅子にしてもウサギにしても亀にしてもイタチにしてもタヌキにしても狐にしてもまだ一度も見たことがありません。その花火を猿が拾ってきたというのであります。ほう、素晴らしい。これは素敵なものだ。鹿や獅子やウサギや亀やイタチやタヌキやキツネが押し合いへし合いして赤いろうそくを覗きました。すると猿が、危ない危ない、そんなに近寄ってはいけない、爆発するからと言いました。みんなは驚いて尻込みしました。そこで猿は花火というものがどんなに大きな音をして飛び出すか、そしてどんなに美しく空に広がるか、みんなに話して聞かせました。そんなに美しいものなら見たいものだとみんなは思いました。それなら今晩山のてっぺんに行ってあそこで打ち上げてみようと猿が言いました。みんなは大変喜びました。夜の空に星を振りまくようにパッと広がる花火を目に浮かべて、みんなはうっとりしました。さて夜になりました。みんなは胸を躍らせて山のてっぺんにやって行きました。猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけてみんなの来るのを待っていました。いよいよこれから花火を打ち上げることになりました。しかし困ったことができました。と申しますのは、誰も花火に火をつけようとしなかったからです。みんな花火を見ることは好きでしたが、火をつけに行くことは好きでなかったのであります。これでは花火は上がりません。そこでくじを引いて
火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものは亀でありました。亀は元気を出して花火の方へやって行きました。だがうまく火をつけることができたでしょうか。いえいえ、亀は花火のそばまで来ると首が自然に引っ込んでしまって出てこなかったのでありました。そこでくじがまた引かれて、今度はイタチが行くことになりました。イタチは亀よりは幾分マシでした。というのは、首を引っ込めてしまわなかったからであります。しかしイタチはひどい金眼でありました。だからろうそくの周りをキョロキョロとうろついているばかりでありました。とうとう獅子が飛び出しました。獅子は全く勇ましい獣でした。獅子は本当にやっていって火をつけてしまいました。みんなはびっくりして草むらに飛び込み、耳を固く塞ぎました。耳ばかりでなく目も塞いでしまいました。しかしろうそくはポンとも言わずに静かに燃えているばかりでした。春近き日、小川未明。お母さんが去年の暮れに町から買ってきてくださったお人形は、寂しい冬の間、少女と一緒に仲良く遊びました。それをどうしたことか、この頃になってお人形はしくしくと泣いて、お嬢さんに願ったのであります。どうか私をお母さんのところへ返してくださいと申しました。少女はどうしていいかわかりませんでした。お人形のお母さんがどこにいるかということもわからなければ、せっかく仲良く遊んだお人形に別れることも悲しかったからです。私はお母さんに聞いてみますと少女は答えました。すると可愛らしいお人形は目を丸くして、どうかお嬢様、そのことは誰にも話さないでくださいましと頼みました。お前のお母さんはどこにいらっしゃるの？それがわかれば返してあげてもいいわ少女は申しました。お人形は大層喜びました。毎朝この窓のところへ紅すずめが来ます。あれに片付けしてもらえば、お母さんは誰かきっと私を迎えに起こしてくれます。どうかお嬢様、私を明日の晩方、野原のところまで連れて行ってくださいまし。と真っ黒な目で見上げて願いました。その晩はいい月夜でした。もうじきに春の来ることを思わせました。翌朝、ベニスズメが窓に来て泣きました。晩方、少女はお人形を抱いて村外れへ行きました。まだ遠くの山々には雪が光っていました。この時、どこからともなく美しい馬車が前へ来て止まりました。お人形はその馬車に乗ってお嬢様にお別れを申しました。やがて、黒い馬は美しい馬車を引いてあちらへ駆けていってしまったのです。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。